はいどうもパラプンテジルサッカーチャンネルのツッツンです。ということで、今回は、来期も見れる契約更新、サガンとス、川原田、長沼だと、 ということで、まあ、多くの選手の気迫、発表がありました、いやーよかったってね本当個人的にも思いますね、特に川原がね、えー、来季も突然見ることができるというのは本当に嬉しい、まあ間違いなく川原にしても長沼にしてもねその他選手にしてもオファーあったと思いますんでね、まあ、そんな中でね残ってくる、まあ、これだからねやっぱり川井監督と一緒にサッカーがやりたいとか、まあ、そういうのが選手の中であるんでしょうかね。 だからこそ、やっぱり川監督がいなくなったら、これらの選手たちもまあついて行ってしまうとかね、どっか行ってしまうみたいなこともあるかもしれませんので、まず川監督とね来季1年間、この選手たちがえ頑張ってほしい、同じ方向を向いてね頑張ってくれんじゃないかと、本当、川監督の求心力がまあ見えるまあ契約方針だったんじゃ。 なんかとといいうところございますね、まあ、今日さっき僕も鳥、ね、栖、えー、のスタミナ太郎ですね、ちょっと僕もバセドウ病の、ね、治療というか、まあ、いろんな検査とか今日あったんでね、久留米の方に行ってきてそこから帰ってきて、ね、腹が減ったんで、鳥栖の、ねえー、スタミナ太郎でめちゃくちゃ食ってきましたね、いやねお祝いじゃないけどねお祝いなつもりはないんですけれども、ただ、まあ、いや本当、ね、そんな鳥栖の町にこんな素晴らしい選手が残ってくるというところございますじで今回見ていきましょう、よろしくお願いいたしますと。とといいうこ,とこちらでございますね 契約延長決定というところで多分全員名前はないかなもしかしたら多分何人か抜けがあるかもしれませんけれども一応こんな感じと。 えいうとこでまあみんな何かしらどっかしらオファーがあったんじゃないかという選手ですね、まあ、山崎選手もねあのレッドカード退場による出場停止が前試合出てますし、まあ、センターバックもサイドバックもできる原田選手も残留、そして川原選手も残留、いやー本当に嬉しい、まあちょっと僕の中ではもう止めることはできないんじゃないかっちいう、そんなに高いパフォーマンスを今シーズンも見せてくれたんで、やっぱ熊本時代から、ね、好きな選手なんでね、えー、ちょっとね厳しいかなと思っていたんですけど、残ってくれと。 いうとこなんで、まあ、僕もね今年も何試合かトスの方行きましたけど、スタジアムもね。いやー、河原選手のプレー、本当お見事というところでございまして、また来季、ね、スタジアム見ることができると、いうの本当に嬉しいというところですね。で、まあ、チーム得点を豊田選手以来の二桁ゴールを決めた長沼選手も残留なんで、まあ、長沼選手は川井監督と、ね、愛媛時代を含めて一緒に確かやっていますよね。ていうかまあそういうたがりもあるんでしょうけれど、もね残留というところで、まあ、やっぱこんだけ、ね、メンバー残ったんで、来季こそ一桁順位とか、まあ、上の方、 目指してしてほいと、まあ、今シーズンのような成績だとちょっとね、うん、厳しいかなというのがありますんで、まあ、監督のサッカーをやりたいという選手は多分残ってくれたと思いますんで、まあね、奈良原選手も残ってくれたし、まあ、堀米選手も残ってくれて藤田選手も手塚選手もというところで本当中盤を含めて富、ね、樫選手もですけれどもねフォワードも残ってくれてというところなんで、まあ、あとはだから未公開の選手がどうなのかというところがございまして、まあ、次、こちらになってきますね。 発表の選手とというところで、まあ、もしかしたらこう契約がもうね満了というかね、まあ、満了の選手がいればね契約延長になった選手がいるかもしれませんあと発表待ちみたいなところもあるかもしれませんけども一応こんな感じでパーギーさん内山さんこのゴールキーパー2枚ですね今ゴールキーパーで5枚いるんですよねトスね今シーズンもそうでしたし来シーズンもゴールキーパー5名5名ってちょっとまあ多いというか、まあ、京都ンガも5人ぐらい確かねレンタル組含めたらいるみたいなクラブにはなってきますがまあ大体どこのクラブ 4名なんで、まあ、もしかしたらゴールキーパーがあって僕はちょっと思っていたんですけど、ただ、パギさんにして内山選手してもやっぱ足元うまくて、ト装サッカーに合うゴールキーパーなんで、どっちともいなくなるみたいなところは僕はないんじゃないかなってはね思っているんですけどもね、本当、この2名と残ってほしいですけどもね。で えー、今シーズン、ちょっと,怪我との戦いでファン速攻ですね、まあ京都戦のゴールもね印象的ではありますがそのファン速攻もまだ、えー、未公開というかまあ、未発表が未公開ではないのかな、えー、まだ未発表というところでしょうしで本田福 a 菊池、この辺もですけどもねまあ本田は来季こそね背番号10背負って頑張ってほしいなというのが僕の中ではあり、えー、ますしまあ本田 a フに関してはね本当僕がトスの中では多分川原選手と同じぐらい好きな選手には、えー、なってきますんでねまあ本田フーと 菊池選手この辺も頑張ってほしいし、特にも菊池選手はちょっと岩崎選手がね岩崎選手がまあ福岡に移籍するんじゃないかみたいなところで今日ちょうどねシャフタールとのゲーム、福岡がやってますね、国立でね、国立で、まあ、チャリティーバッチなのか親善じゃとかね、えー、国立の方でアビスパ福岡対シャフタールのゲームは行われておりますんで、多分このゲームが終わった後ね福岡、これが今シーズン最後のゲームにはなりますんで、このシャフタールが最終戦ということは、それが終わったので、まあ、続々と発表があるんじゃないかというところで、まあ、中国でも、まあ 明日以降です、ね、で、まあし明あさって、福岡、今シーズンの全、まあ、試合が終わったというところの発表が何かしらある可能性もゼロだけど、残ってほしいです、本当にね、ね残ってほしいのは、まあうん、数字は残りませんでしたけど、やっぱりこう頑張り屋さんというか、ね、応援したくなる選手にはなってきますんで、頑張ってほしいし、あと藤原選手もねやっぱ裏抜けうまいし、鳥、ま、栖、あのフォワードに藤原選手いないタイプですよね、こう裏抜けとか、ラインブレークとか駆け引きがうまいというとかね、ねそういうところの選手にはなりますんで、ぜ、ま、ひ、あ、とも残ってほしいし、で横山、河合馬に関してはね、 まあ、特に岩崎選手の挙手がどんなか分からんという中で、まあ、菊池選手が、ね、サイドハーフに戻る可能性もあれば、まあ。 今シーズンのサイドバック継続でやっていくってなると、サイドハーフ、やっぱ横山川合はこの辺もやっぱね期待したいというところでまあ菊池はどこで勝負したいんだろう、やっぱサイドバックじゃなくてねサイドハーフとかトップ下とかでやりたいのかっていうのはありますし、まあサイドバックやっぱ補強してあげたいかな、菊池選手のためにもね菊池選手がねやっぱやりやすいところでできるためにもやっぱサイドバック補強して菊池選手をもう一つ、ままそれこそ岩崎選手が本当抜けたらですけどもねえ菊池、横山川合はこの3枚で争って。まあ川合は結構ね右の選手には まますけれども、まあ左サイドでカットインから見たところちょっとね期待したい選手にはなりますんでだからまあこれ岩崎が抜けたとしても2列目は結構高価なメンバーが揃うでしょうしで岩崎選手の移籍金が一億円という話もありますんで、まあ、一部はだから補強に当てるでしょうし、まあ、残り一部はどうつくか分かりませんまあ細部長から問題もありますんで分かりませんけどただこのサイドハーフのところ岩崎が抜けて、ね、それで終わりなのかそれともやっぱ岩崎選手のえアウト、まあ、将来的な岩崎選手のアウトを見据えて まあ横山選手、川山選手を取ってるっていうのはこれ間違いなくあると思いますんでね、まあ、それがちょっと、ね、来てしまったという会をしますんで、まあ、横山選手はやっぱ1年間突然、ね、途中出場がメインですけどもね、えー、頑張ってくれました。横山、川山、この2名はスーパーサブ的な扱いで今シーズンはいたんで、まあ、来こそ、ね、サイドハーフ、まあ、長野選手は残りましたけどもね、まあ、岩崎が抜けるんじゃないかというところなんで、まあ、まだ分かりませんけどね、まあ、最後まで分かんというところでございますけど、ただまあ菊池含めたこのサイドハーフの争いというところは頑張ってほしいんで、これ、未発表ね、この人たちね、本当に。 発表なんで早く発表してほしいというのがありますけれどもね、本当ね、ん、どうなんだ、クリスマスかな、次ね、次発表があればクリスマスとか、まあ、えー、クラブのこうなんだ営業的なところの最後、なんかクラブの冬季休暇みたいなのが入りますんで,で、その最後のところに発表があるかどうか、まあ、次あるならクリスマスかな、分年内には発表、絶対。 あるでしょうし、ってなると、あと10日あるかないかですよね、多分ね、この、まあ、基本的にはこうクラブの営業がこう、こなんていうんですか、あるじゃないこれ、なんか、冬季休暇みたいななんかね、えー、冬季休暇みたいな時はですけど発表、基本的にはない、まあ、基本的なだけである時はあるんですけど、これね、どこのクラブもある時はあるんですけど、もう、基本的には発表はないんで、まあ、この10日以内に、何かしらの契約延長とか、まあ、契約更改とか、移籍とかあると思いますんで、まあ、ここからね、うん、やっぱ、どんなにね、とっのサポーターは、移籍に慣れてる方々がいるとはい,いやっぱね、 辛いですよねやっぱ、うん、こういう選手たちのね若いというんですけどもねまあほんと明るいニュース回したいというとことでございましょうかねはい。でことの会場で「以上プローでジョパラメテージルサッカーチャンネル」のつつんです。おかげでますその